えー、195t さん、こんばんは、よろしくお願いします。早起きしたので、えー、サッカーの試合終わったら寝直そうと思っていたけど、ね、寝れないわ、うん。僕も昨日なかなか寝れなかったですね。サッカーの、えー、試合はフィギュアと違って、時間が長いから、えー、緊張が続いて疲れますね。うんえー、本当ですよ。ね 守る時間がめっちゃ長く感じるし、えー、その間、祈るような気持ちでずっといなきゃいけないからね。うん。アディショナルタイムが長すぎです。でも、えー、でもこの興奮はやめられない。みんなが一丸となって必死で応援しているのを感じれるし、えー、その一体感がすごい楽しいです。同じですね。うん。本当なんかサポーターの皆さんがこうね。 え祈っているシーンとか出て、時々出ますけど、本当に同じ気持ちなんですよね。うん、日本代表選手たちに対して、えこの興奮と感動、心の底からありがとうって思います。えカブくも必死の応援、お疲れ様でした。うん、もうこんなにサッカー応援したのは多分人生で初かもしれませんね。うん、あのねえ、ベルギーは惜しかったですが、クロアチアと ドローで、えー、敗戦となってしまって残念でしたね次えっ、ー、と日本対ベルギーで前回のリベンジを期待していましたが、えー、それは叶いませんでしたうんねそれは僕も見たかったですねうんベルギー対日本、えー、でもクロアチアに絶対勝って初のベスト8必ず達成してほしいです頑張り日本の日々は続くうん あの初のベスト8なんですね。あの勝った場合は。いやーもう、次もね、ちょっと爆応援させて、えー、していきたいと思いますね。うん。えー、そして、もう一言。ぎゅーってされたり、ブンブンされたり、振り回されっぱなしのぬいぐるみさんたちも、お疲れ様でした。そうなんですよね。ちょっとかわいそうだった、かわいそうでしたね。ちょっとね。うん。反省しつつね。はい。えー、っと、うん。 やよいさん、どうもです。カ、え、ブ、ー、さん、ベルギー予選敗退ですかそうなんですよね。うん。世界ランキング2位なのに。うん。できれば日本と戦って4年前の雪辱を果たして欲しかったな。あ、そうしたらカブさんの立場が微妙になるね。うん。そうですね。でもな、なんかね、日本応援してますね。うん。なんかね、やっぱりね、日本に勝ってほしいかな、僕は。うん。 いやでもビルィー対日本、見たかったですね、本当に。斎、えー、藤さん、どうもです、かぶくん、一気打ち封してますね、おはようございます。フィギュアスケート映像に興奮してますね、まあ、確かに、うん、応援ということに関しては、本当に、あのーね、手に汗握る状態が続きましたから、ね、サッカーね。我が家はサッカー観戦は10年前くらいからやめてしまいましたあ、そうなんですか、でも日本勝利は嬉しいですね。うん <laughs> うんえー、旦那さんは女子バレーが好き,で、えー、好きでしたが、7、8年前から見るのをやめてしまいました。あそうなんですか、えー、なぜか我が家はチームプレーがあんまり好きではないみたいです。うん、おなるほどですね。 フィギュアスケートの国別対抗戦が苦手で、えー、心拍数が上がり、それでな,んなくとも私は高血圧症なんでダメですね。ああ、なるほどですね。うん。まあ、これを僕も続けたら本当心臓に悪いかもしれませんね。でもなんか、さっきもありましたが、チーム一丸のえったの、えー、とサポーターのみんな一丸となってこう応援している姿ってか結構感動しますね。うん。 えでも、チームプレイのスポーツを否定、決して否定しているわけでもないですからね。次戦も楽しみですね。うん、そうなんですよね。うん。ね、なんかチームプレイとかだと余計にその、なんか一丸となることが多くなるのかなっていう感じでしょうかね。応援する方も。うん。エミディさん、ありがとうございます。日本勝利おめでとうございます。 またアディショナルタイプ7分。うん、長かったですね。え6分練習、6分間練習よりも長いなんて、長かった。うん。6分間練習ってあっという間に終わっちゃう気がするんですけど、あの7分って長かったですね。本当に長かった。 サッカーは次は、あ6日なんで、ありがとうございます。次は6日ということなんで、うん、えー、5日の夜ですね、ということですね。で、あっ、昭和君一行は、シャンペリー到着ということですね、ですって、ということで、おぉ、うん、よかったですね。うん、あの、シャンペリー到着だそうですよ。宇野選手、うん。はい。もう練習始まったのかなうん、ちょっとそこら辺も、ちょっと最新情報確認してみたいと思います。 はい、そうですね。本当あでも吉田麻也選手もね、なんか本当なかったって言ってましたねインタビューで。うん。えー、花束バスさん、どうもです。カブ君、日本ブラボー。ドイツとスペインに勝つなんて夢のようです。うん。えどう安選手の、えー、ゴールかっこよかった。エシの組から生還しました。今日は,は羽生君の8の平成日です。えー、ブラボーブラボーな一日になりそう。うん。あそうですね羽生さんの。 八の日もね、行われているということなんで、うん、こちらも随時ちょっと感想とかね、えー、見ていきたいと思います。えー、マリニンさん、勝ちました、うん、今日お仕事の方、頑張れ、日本のサッカーをつないできてくれた先輩、選手たち、えー、サッカー連盟の方々、すべてに感謝ですね、えー、フギギュアスケート、歌舞伎連盟もみんなで応援、うん、歌舞伎の 陸上フィギュアスケート連盟というかね、うん、自己満の連盟ですけど、一つ一つ勝ちましょう、うんえー。藤原真子さん、こんばんは、株価お疲れ様です。サッカー、ドーハでやっていることすら知らなかったんで、朝は失礼しました。えー、過去の試合かと思いました、えー。寝ぼけていたのかと思いました。 なんでこんな朝早くから過去,過去線流すのかと思いましたが、本物だったんですよねってしまいました。うん。実は自閉症の息子は小学校で野球中学、野球中学高校でサッカー、そしてスポーツ専門校、通信大学と進みました。体型もセンスもサッカー型です。ちなみにスペインのファンです。 えー、今回の日本対スペインも録画しているようなんで、そっとしておいてました。そうなんですね。実は、高校でサッカーの強い高校の寮に、本人の希望で入ったんですが、そこでひどいいじめに遭いました。あ、なるほど。1年で退学して、東京に戻ってきました自閉。自閉症でもサッカーができるんだと思いましたが、やはりダメでした、えー。彼は大きな心の傷となり、1ヶ月後の1月1日にですね、40歳になります。 あ、1月1日なんですね。うん、あの、お正月、本当に元旦なんですね、誕生日ね。サッカーは20歳,20歳頃から録画して夜中に見ているようです。なので、我が家ではあまりサッカーの話はしなくなり、今に至っています。あそうなんですか。え、今日は早朝、カブくんの声で、おばあは目覚め、寝ぼけて日本,日本先生展に出ちゃいました。なんて言ってしまいました。ごめんなさいね。それでは、朝のお仕事行っていきますね。帰ったらお昼です。 またねと、うん、いうことでね、まぁ、あ、ちょっといじめられたということで、まぁ、あ、なかなかサッカーはね、ちょっと、まあグループのね、えー、スポーツあったりもするんで、まあ、難しいかとは思うね。僕もね、ちょっと、えー、まぁ、あ、そういった傾向はあるので、これは、うん、まぁ、あ、いじめとかやっぱありますよ、普通にね。普通にというか、ありましたね。うん、まサッカーに限らず、野球とかバレーボールとかでは散々いじめとか起,起こったんで、うん、気持ちはわかるというかね、 うん、僕も団体調理は本当に苦手です。見るのは結構好きですね。はい。えービビーバイスさん、どうもです。おはようございます。えー、日曜日はありがとうございました。えカ、ー、ブさんのお知らせの、えー、ベルマー あお知らせで知って、ワールドカップで日本が決勝トーナメント進出なんてびっくりです。うん、日本代表の皆さん、おめでとうございます。えー、株さんと皆さん、えー、寝不足の中、応援お疲れ様でした。いや特に日本の皆さんですね、あのー、朝4時からということなんで、うん、私は全く見ていなくて、いとこのお姉ちゃんといとこの男の子が11月27日の試合を見ていて、あなるほど。 えこの間の日曜日はコスタリカに負けてしまって後がないと思いましたが強豪ドイツとスペインに日本が勝てるとは思わなかったんでびっくりしましたうんいや本当なんですよ日本の皆さんはきっとハッピーな気分で仕事と学校に行ったことでしょうえ決勝トーナメントで日本ができる限り次々と登っていけますようにえフィギュアスケートでは来週ファイナルがあるのとえこの日に私のあ誕生日あるんですねえ引っかかっているんでファイナルに進出したえ選手 皆さんが笑顔で終われますように、私の誕生日プレゼントは、宇野昌磨選手が、えー、念願の初優勝ができたらいいなと思います。いや、そうですね、もう今、えー、っとスイスのシャンペリに到着したということなんで、これからね、まあ、多分今日早速、ちょっと氷のリンクも入ってるかな。うん、でも多分、たぶん今、えーえーっと、スイスはかなり寒くて、雪も結構降ってるかと思うので、うん、風邪ひかないようにね。 そうです、ねうん。今年は本当にベルギーも寒くて今日もこちらも日中でも3度にとれたかっていう感じで本当に寒いですね三輪、うんえー、さん、どうもですサッカーは強いチームが勝つんじゃないんだ、えー、勝ったチームが強いんだドイツの皇帝と言われたベッケンバウアーさんの言葉ですよ。 本当バッシングやら、いろいろ言われたけど、結果往来。うん。えー、選手たちはこのままでは帰れないと強気、勝たないとで、えー、頑張りましたね。うん。となんか最後まで礼理タらしい感じがすごくしましたね。また仲間っていいですね。久保は前半だったから、支部に徹したからま,たまだまだ消化不良だと、えー。次のコスタリカ戦では点を取り取り、えー、取り,取,り取るそうだと。 トルソーですね。俺が決めてやる強気に行かなくてはとね。多分これ次のあれですね。あの、クロアチア選手がね。うん。はい、まあ、あの強気に行かなくてはということでえっと言ってるということみたいですね。うん。そしてミワ、えー、さんも言ってです。 東京オリンピック8月7日に日本対メキシコ戦の3位決定戦で3対1で負けてしまった日からこの日を忘れないと頑張ってきたと同点ゴールを決めた同安選手が言われてましたよ。どこかで似たような、ああ、昌馬くんのあのグランプリフランス大会でボロボロになり分岐点になった試合、スポーツのジャンルは違いますが、そういう大変悔しかったり、その時の気持ちを忘れずに前を向いて頑張る姿や、 えー、その努力は報われたりする輝く姿は感動しますね。私も幸い、辛、えー、い,いことや大変なことがあっても頑張っていこうという気持ちになりますね。うん。いやー、まあそうですよね、本当にね。うん。まあ多分、今日はそういう感じで、もう皆さん本当ワクワクな感じだと思いますけどね。うん。えー、ジゲームさんどうもです。えー、カブ君教えてくださりありがとうございます。私も、えー、先日から記号化してしまいました。 うん、はい。あ、ていうか、あの、クマさんですね。えー、っと、写真ね。このクマさんって、オスタンドのクマさんにそっくりですね。うん。すごくそっくりですね、これ。<laughs> 一瞬オスタンだかと思っちゃいました。オスタンドかなあれこのクマさんオスタンドのどこなんだろう え石川県でしょうかね。えー、あの私もハンドルネームをアルファベットに変えました。でも、戦略がいてですね、早いもん勝ち。あ、そうなんですよね。そう,そうそうそう。だから早いもん勝ちなんですよ、これ。ジュム改め、ジュリム610です。えー、今後もよろしくお願いいたしますと。でもこれ、皆さん、名前は変えたって言ってもですね、ここにはちゃんとジュリムっていうふうに書いているので、僕の株君テレビには、皆さんのコメントのとこは、名前がちゃんとね、表記されてるんですよね。うん。だから、 ちょっといまいちそこら辺がよくわかんないですね。うん。で、名前が落ち着いたんで、アイコンクリスマスバージョンに変えました。何かは皆さんのご存知のあれです。クモさんですよね。これってどこなんだろうでも、背景がオスタンドじゃないですね。うん。えー、ど,こどこなんだ本当に。うん。 えー、弥やよいさん、えー、どうもです。5日の黒イ戦は、日本は6日、えー、の午前0時時間だから寝不足になりそうです。うん、あ、そうなんですね。確かに0時はちょっと話しすぎですね。うん。0時っていうと、こちらの時間だと、えー、っと、夕方の、えー、4時、5時あたりかな。 うん、羽生選手のプロローグを見なくちゃいけないし、フィギュアグランプリファイナルも始まるし、来週は忙し,しい忙しさですとあ、そうですね、来週本当だ、うん、ファイナルがね、えあるので、うん、えそこからもう怒涛の週末迎えていきますからね、うんえ、結構あっという間に12月過ぎるんじゃないかなっていう、クリスマスまであっという間かなっていうね、そういう気がしてきましたね、本当に。 えー、やっちゃんちゃんさんと、と、えー、こんばんは、朝起きたらデビュー、あこれね、ちょっと後でちょっと読みますね。うぬくんのちょっと話したのでね。はい。うん えー、195T さん、えー、三笘さん、三笘君と田中尾く君は、子供の頃から精査たくましていたライバルであり、幼なじみで素敵な仲間、仲みたいです、えー。試合後2人で抱き合ってましたね。これもまた、えー、素敵な瞬間でした、えー。2人とも雰囲気ちょっと似てて、イケメンでかっこいい。あ、似てましたよね。僕もあれなんか違うみたいな感じで、なんか似てる感じでしたね。イケメン2人の連携ゴール、最高でした。うん。確かにイケメン2人の連携ゴールですね。 今回はしかしサッカーは勝つか負けるかで国内の評価は極端すぎてちょっと怖いです。あそうなんですか、うんなるほどね、日本も多少そういうところあるけど、まだ可愛いもんで、ドイツやスペインは負けるとボロカス言われば、ああの、ベルギーは早速ですけど、えっと、解雇されました、えー、選手じゃなくて、えっと、あのね、えー、あのスキンヘッドのね、えー、監督、すぐにあの終わりになっちゃいましたね。 うん。もう、もうなんかすごく怒りまくってます。<laughs> 怒りまくってて、もう出てけっていう感じになってますよ。ベルギー。うん。スペインは2位で通過できたのに、日本は、日本に負けたことで恐ろしいほど弱かった。日本はコスタリカから1点も取れなかったチームだぞと、めちゃくちゃ叩かれてました。うん。あ、そうなんですか。 そして、決勝に進めなかったベルギーも、また我々の黄金時代は終わった、美しくもないラストダンスなんて罪だと酷評されてます。あ、そうなんですか。これはひどいですね。これはフィギュアではありえないわ。うん。あの、僕があの知ってることで言うと、まあ、監督がすぐにクビになりましたね。本当にクビになりました、すぐに。うん。ちょっと極端かな、そういうのを見てるとね。うん、それはちょっと違うかなと思う、僕は。 はい背中でさんどうもですおはようございます今朝は曇っています、えー、昨日今日は午後から晴れる予報ですなんか昨日なんか仙台でも初雪があったみたいだらしいですね、うん、なんか日本海側では今日はね午前中雪が強まって今はね雪弱まってきた感じですけどね、うんえー、本日十二月の二日は日本アルゼンチン就航記念日です予想最高気温七度です、うん えー、運命の日本対スペイン戦は2 1で逆転勝利し。 えー、グループ E1 位,、e、位で予選を終えることになり、見事に1位通過です。しかも、死の首とね、死の首って言われたんですね、と言われ、予選突破の難易度が非常に高かった中で、ドイツとスペインに勝利、しかも鮮やかな逆転勝利し、2回も大クルバスを起こしての決勝トーナメント進出を決めたことは、日本のサッカー史にもしっかり歴史に、えー、刻まれると思います。うん。本当ですね。うん。でもね、 コスタリカには負けたわけですから、ちょっとそういったところがなんか、あのー、なんかけにらになります、けどね。うん。あのー、やっぱりこう、競合の方が、日本は今、いい感じなのかな、それともたまたまなんでしょうかね。 次、うん、戦はクロアしたーとの戦いで日本時間で12月の6日、0−1、えー、キックオフとなります。したがって日本では12月6日になった瞬間に試合開始、あそうですね、確かに、うん、事前に勝利すると、えー、念願の決勝トーナメント初勝利を達成することになります。いやー、やってほしいですね。 もうここまで来ったら優勝もいいんじゃないですかね <laughs>。優勝もしてほしいですね、ほんと。前回大会は惜しくもベルギーに逆転負けしてしまいましたが、今回ドイツとスペインに逆転勝利をしたことを踏まえると、決して不可能なことではないと思っています。えー、油断は大敵ですが、自信と誇りを持って挑んでほしいです。うん。クロアチアっていうのはこれは、えー、っと、スペインとかドイツに比べては強いんでしょうかね。なんかスペインの方がやっぱ強い感じでしょうかね。えー、ベルギーに関しては、えー、残念ながら、今大会はまさかの 先輩体となってししままいましたね、えー、周辺国に関してはフランス、オランダ、イングランド、イギリスが決勝トーナメント進出を果たしているということですね。フランス、オランダ、うん、この辺りも、ね、おそらく強いと思うんですけどね。クロアチアはどれくらいのレベルでしょうかね。うんえー、美輪さん、もう1人です。カ、え、ブ、ー、さん、あれから家事をしながらテレビ報道を見びながら今日は仕事を休みに。ままたまた日 なんとか帯見ていないとか言われるゲストに主人が、そんな人をゲストに今日呼ぶな、しらけるなということですね。なるほど。非なんとか帯。これちょっとわかんないですね。ドーハの歓喜再び。うん、えー。ドーハのね、昔悲劇っていうのがあって、これは、えっとね、 あのーまあ、逆に韓国はドーハの奇跡って言われたらしいですけど、あのときね、うんえー。決勝トーナメント進出、改めておめでとうございます。えー、三笘選手の粘ったあの足,の足を伸ばしたライン、ギリギリボールの枠がラインにかわっていたのが、斜めの映像からは分かんない VAR 判定が真上からの映像だからよかった、うん。あれが入るか入らないかで大きく違うから三笘様に、えー、前田選手も足を伸ばしたが届かなかったけど、三笘選手は走りながら。 だから、ちゃんと足を。えー あの振ってですね、えー、蹴る体勢になりながら足を伸ばしてぎりぎりトロッキーさらにふわりとですねゴールに入る辺りに浮かしたのはすごい技術や、えー、判断力俺が決める他の選手には任せない、えー、コスタリカ戦から自分がゴールにもっと行かなかったから負けた、えー、自分のせいだと三笘選手がインタビューでえー、っと言ったということで,ですねやはり責任を感じていたらしくて今日は絶対に決めると後半からかなり走りましたよ。えー走り しなくても。 また、スペインに攻め込まれたときに三間選手は守りのディフェンスもかなり良かった。うん、今回、ディフェンスすごく良かった気がしますね。あのねゴールキーパーとかも、ね、かなり、うん。何回も危ないところも未前に防いだ。シュートを打たせる前に打たせないように、なかなか守りも攻めも素敵、うん、そうですて、ね、えー、田中青選手もゴールに詰めていたから、ももで、えー、ボールをシュート。本当に興奮しましたね。あんまりこうなんかあのスペインも攻めてくるんですけど。 あんまりこうね近づかなかったですよね。うん、あの本当にゴールの直前のとこまでは。三笘、田中、あとは、えー、2人はやはり小学生から同じ町の、えー、からクラブだったから小さい時の仲間ですね。えー、2人だけがいい,い,いな フィギュア好きな私ですがサッカーも好きだから鬼方にしました。うん。カブさんにはスケート以外も OK だからコメントしてよかったです。他の方々もコメントありでよかったです。うん。あ、もう本当に自由ですからね。あのサッカー結構面白いですね。うん。あのしかし2時間も睡眠は眠いなえ。次々サッカー報道あるから気になり昼寝ができないな。え次はクロワチア戦で勝てばブラジル戦らしく順当なら強豪ばかり優勝候補だわえブラ。ブラジルはかなり めちゃくちゃゃく強そうですね <laughs> 確かに。うん、いやでももう,もう勝っちゃって言ってほしいですね、うん。クロアチア戦やっぱ強いでしょうかね、うんあ。クロアチア。下馬評がちょっと気になったりはするね。うん、えー、やおさんどうもです。ちょっと愚痴っていいですかえー、猫好きな方ごめんなさい。話し飼いをされている近所の猫が犬の玄関や前に。 えー、マイヤえー、庭に糞をして、えー、しまくって困っています。ああこれよくありますよね。うん。多分どこかの猫かは分かっているけど確かではないんでいいい いいにはいけないし、えー、昨日は花壇を荒らされて花がぐちゃぐちゃになってしまいました。あね、もう悲しくて悲しくて、か、え、ぶ、ー、さんや猫好きな方には申し訳ないですが、猫が嫌いになってしまいました。うん、あーすいません、これはね、えっと僕も嫌ですね、はっきり言って。ってか、あの糞とかもすることがやっぱあるんですよ。うんでだから、まあちょっとこれはね、やっぱり困り困りますよ。うんねあの えー、エミリーさん、えー、散歩コースになっちゃってるんですね、えー。猫よけの用品がいろいろありますよ。うちもノラさんのコースになったときは困りましたが超、超音波の猫よけで来なくなりましたというこあ、超音波の猫よけってあるんですね。これは初めて知りましたね。うん。弥生さん、ありがとうございます。試してみます。そうですね。ほんと花壇とかね、せっかく植えたものとか荒らされたりとかね,、まあ、ね、そこでトイレとかしちゃったりすると、ちょっとね、やっぱり、うん。困っちゃいますよね、やっぱ。うん。 えー、マイク・バーティラさんどうもです。株券おはようございます。チョコを吹き出しながらの爆応援ですね。えー、血圧上げないようにね、メガ, <laughs> メガネまで吹っ飛んで、本当なんです。メガネ吹っ飛んできましたからね、本当にね。<laughs> もう本当ね、もうスペイン無敵艦隊破れたり、えー、何が死の組だそう、死の組だって言われてるらしいんですよね。 うん、えドイツにとっての予想外の予選リーグ敗退、それこそ死の国だったんじゃないの、確かにですね。これは本当にドイツとかにとってみたら、あのドーハの悲劇ですよね、今回ね、うん。ドイツが敗れるって、これ、あの昨日あれそこそあの解説ちょっと聞いてたんですが。 あの日本が勝ってたことによって、あのドイツが行けなくなることはね、サッカーの試合中に言われてまして、それを驚いてました、みんさん。うん、1588年にトラファルガーの海戦で、スペイン無敵艦隊はイギリス艦隊に敗れて、海上派遣が移りました。うん、歴史的な転換期です。さあ、次は強敵クロアチア、やっぱ強敵なんですね。うん、気を抜かずに、えーね、引き締めていきたいところ。で、そハリボーのグミって、 えー、ドイツ、ドイツ製じゃないですか、ドイツを食べちゃったんです。あ、ハリボーってこれドイツなんですね。なるほど。うん。これアミネイカかと思ったら、これはハリボーっていうのはドイツだったんだ。うん。えー、ハマコさん、よろしくお願いします。日本勝ちましたね。えー、観戦してるカブくんを見るのがめちゃめちゃ楽しい。うん。いや本当ですね。本当ですね。というかね。うん。はい、まあ。 どきどきいろんなもの吹っ飛んでって、<laughs> 吹っ飛んでっちゃいましたけどね。うん。はい。えー、美輪さん、よろしくお願いします。えー、サギネマ SC クラブは、幼少期から倉、あ、幼少期くらいから三笘、田中、えー、健太で、今度かな、キーパー、えー、板倉、 4選手が所属していたと、今ニュースがありましたよ。えー、精査だけまでしょうか。三笘と、三笘選手と田中選手は抱き合い。えー、特に田中翁くんが三笘選手を押し倒しながら抱き合ってやった。やったーと。いいな。なんか長友選手が夜中だから小さい声でと、ブラボー。なんだか皆が使い始めていますよ。ブラボー。本当にスペインにブラボー。うん。 あすあでにブラボー。興奮冷めやらず、えー、何回も、えー、テレビ報道が2画面にしたけど、他でも合っていますね。今日は喜ぼう。いや、そうですね。本当今日はもう喜ぼうですね。うん。ブラボーっていうのはちょっとなんか流行ってる感じですかね。うん。 えー、美輪さん、格上だけどクロアチアに勝てば、えー、ベスト8、ああ、やっぱ格上なんですね、それから次はブラジルの可能性が高いとか、えー、クロアチアにも勢いよく頑張って、うん、あのクロアチアと、まあ、あのさっきあの、スペインとドイツに比べると、クロアチアっていうのは、やっぱ強いんでしょうかねあの、スペインとかと比べると、そこら辺がちょっと気になってます。えー、三笘選手が次も絶対に勝ちたいとインタビューで、歴史を変える第一歩がベスト8、ここからだと期待していますよ。 次もドリブルを突破して、えー、ドリブル突破してゴールも決めたい、死、えー、の E いい組だからということですね。うん。死の E いい組なんですね、今回もね。なるほど。うん、あ、そうそうですね、本当に。でこれ、決勝トーナメントも組がいいいいなんでしょうかね。うん 美輪、えー、さん、えー、ボールが出たと思ったらラインにギリギリ、ボールの、えー、ストカラインがかかっていたから、完全に出ていない、イン判,定判断になり、ゴールに、うん、三の判断や気持ち、最後はやはり気持ちじゃないかなと頑張った、そうこれがね、あのベルギーの解説で言われてたかなというふうに思いますね。あれは本当にあの入っていたのかなっていうところで、ちょっとそこが結構言われてた気がします。えー、サッカーーはチームプレーであり 本の力も大切であったり、えー、少年たちはプロにならなくても社会に出たら人間関係やメンタルで強くなっていたり、えー、負けたら、えー、分析して次はと考えたり、えー、勉強をしたり気持ちが強くなったりもあるから、えー、一人っ子には特におすすめなスポーツと言われますあそうなんですか一人っ子におすすめなんですね、うん、海外は違うかもですが、えー、でも初めて知りました、ね、あ初めてというか一人っ子におすすめなスポーツなんですね海外は違うかもですが年齢を重ねたら忘れがちす 大切ななこととを教えてくれるなぁとありがたいですようん。私は独身の時はそんなことは思ったりしませんでしたがえ、自分に子供が生まれ、幼稚園からサッカーを習い、日々過ごすなんか,から実感していますよ。他のスポーツも似ているかもですが、フィギュアもさらに好きですが、また別かなうん。それぞれの良さがありますよね。うんなんなかでも サッカーとフィギュアスケートって、なんかなんか共通点あるんですよね。アクセルジャンプなんて言ったら、なんかサッカーボールを蹴るようなジャンプですし、うん、宇野選手もね、え本田圭佑さんと、ね、対談をしたりとか、普通にしてて、結構話合うのかなっていう感じがしますね。うん ミワ、えー、さん、カブさん楽しそうで、生き生き観戦していて、私も楽しくなりました。またアイロンかけながら、テレビ見ながら動画を聞いています。ありがとうございます。あのー、次のクロアチア戦もよろしくお願いします。ユウノヤヤさん、どうもです。えー、カブさん大興奮ですね。ぬいぐるみたちも応援に参加していたんですね。いや、昨日は総動員ですよ。総動員。うん、おやつ食べながら え見るのが楽しいですね。私は朝だから何も食べずにぼーっと見てました。やっぱり日本はパンクルバスしますね。うん。あ、本当なんですよね。そう。昨日はね、ちょっともうなんか応援してる時もうお腹も空いたんで、ちょっとこう違ったやつなんかをね、用意しながらね、観、え、戦、ー、したいと思いますね。次はね。うん。チョコレート吹き出しましたか？あき君は本当にね。うん。 えー、マルディンさん、どうもです。ミ、え、ワ、ー、様へムックのお悔やみありがとうね、えー。前に来年のザ・アイスのお誘いをいただいたときも、ムックの年齢や体調ほか気がかりなことがあり、家を長く開けることができませんでした。えー、まだーのミコがいるけど えー、まだ大丈夫と思うんで、最大、うんえー、2020、さあ再来年の2024年の、えー、ザ・アイスは絶対行けますとも、えー、そのそのときは、翔くん世界選手権2回優勝、グランプリファイナル2回優勝を、今から私はイメージしています。うん、あこれね、ちょっと後で読もうかなと思ったところですけど、宇野選手ね、うん、いや、本当ですね、あの、今年の世界選手権もそうですが、ファイナルね、まずは1勝したいところですね、今回。うん えー、美和さんどうもです。マルディンさんこんにちは。ムックちゃんご冥福をお祈りします。やはり家族だからなかなか気持ちが落ち込み大変でしょうが、頑張ってくださいね。ザ・アイスは私も来年行けたら、また来年情報あればコメントしますね。なかなか他の試合も行きたいけど行けずに、えー、マルディン様に来年会えるかもですね。うんえー、家族が病気や何かあれば、やはり出かけるのはだから、えー、気にしないでくださいね。21日に CD、ビデオが出るから楽しみですねと。うん 美ァ、えー、さん、ちょっとかぶさんのリアクションがすごい、笑ってはいけないけど、面白すぎて、この動画は家でしか見れないかも、いやそうですね、えー、外でイヤホン聞いてつけて聞いたら、笑ってしまいそう、リアクションが高い、うん、いやー、すいません、これまだ抑えた方ですよ、僕、うん、あのもっとね、えー、力発揮したい可能性ありますね。 うん、表現力に高いアディショナルタイムはドキドキ乗りましたよ勝ったからよかった、うん、ダメダメに笑いをこらえるのがダメだだダメダメ楽しすぎていいですね、うん、いや本当ねもうサッカーはまっちゃいますねでもあのにわかファンなにわかファンなんで僕はね、うん ゆうねやさんどうもです。えー、かぶさん、最初にスペインに点を入れられたんですね。うん、そうなんですよ。えー、実は前半は見慣れませんでした。うん。いや、逆に良かったかもしれませんね。落ちた時は後半の途中でした。えー、次は、えー、午前0時からだから、えー、見合わせですね。うん。そ日本は0時ということなんで、ちょっと深夜になっちゃいますよね。うん。えー、っと、まあ、最初、そう、スペインに点入れられて、ああやばいなと思ったんですが、そっから、そっからの逆転ですからね。ほんとすごいと思いますよ。 うんえー、宮さん、もう1頭です。いや、かぼさんと一緒にカッターに、えー、泣いてしまった。いや、本当ですよね。もう僕、本当後半、もう終わりまでが10分前あたりがもう泣きそうでしたね。うん、嬉しいですよね。大興奮に泣き笑い、日本頑張った。本当におめでとうございます。うん、はい,いや、でもね、もう1点入れてもいいんじゃないかなっていう感じ、結構ね、なんかもう,ももうちょっとできるんじゃないかなって、逆にね、欲が出てっちゃいましたね。うん えー、マイク・バーティラさんもう一トです。えー、カムクおはようございます。シシメックさんの動画を見ました。みんな屋外リンクで楽しそうに滑ってましたよ。この動画を僕は見てないんですよね。マイちゃんたちの動画。エスカレーターでどちらに立つかが話題になっていますが、大阪はメリーに立つのが主流ということ。あ、なるほど。ってことは、えー、っとベルギーと同じですね。あれ同じだっけあれ同じだっけ 同じですよね。うん、始まりは昭和40年半ばで大阪地下の御堂筋線のキャンペーンから始まりました。あ、そうなんですか。 また、関西大手の私鉄の、えー、阪急電鉄によると、梅田駅に動く歩道を設置したときに、手すりを持って、えー、乗ってもらうため、日本人は右行きが多いため、右に立って右手で手すりを持ってもらうようにしたのが始まりで、他の私鉄や、えー、当時の、えー、国鉄がですね、右にしたもの 右になったようなもんですということであなんかじゃ東京は左に立って、えー、右を開けるかって東京江戸は武士の町、えー、刀は左腰にですね指しているんでいざという時は刀を抜き合わせるように右を開ける習慣があってそれが残ってるあそうなんですねこれは面白いですねおだからなんだ、うん、これはちょっと結構面白かったというかびっくりしました、えー 本当かどうか分かりませんが、全国的に見れば東京方式が主流。うん。あなるほど。名古屋とかどうでしょうかね。海外に目を向けると、ロンドン地下鉄やパリのメトロは大阪方式です。うん。でも、エスカレーターの正しい乗り方は左右どちらでもない。立ち止まって手すりを持って乗ることなんですよ。あ、なるほど。えー、京都などは観光客多いんで、左右どちらにも立てられて複雑ですね。あ、そうなんですか。うん。 なるほど。えー、なんか大阪とかではなんか下打ちとか食ら,食らうらしいですね。うん。でもなんか東京とかでも多分、あのー、なんか立ち止まってたらなんか早く行きようとか普通に言われるかと思うんで、結構なんかもう常識的にはなんかね、そういう常識っいうかなんかね、暗黙の業界的にはなんかそうなってますけどね。ちなみに愛ちゃんは東京、あ、愛ちゃんは東京方式なんですか。娘は心得たのでちゃんと使い分けをしていますということなんですね。 結構ね、まあ、あの場所によって散ら、まあ、かったりすることがあるっぽいっていうね。 えー、我が家は完全に左利きなんですが、本人は別の何の自不自由さも感じていないようですが、困るのは建築所をやっているんですが、えー、製図版が右利き用なんで、えー、それが不便だと言っていました。あ、そうなんですか。えー、昨夜は久しぶりに、えー、昔交際していた彼女とデートしている夢を見ました。えー、かなり鮮明でした、えー。彼女は僕と同い年なんで、もうばあさんになっているはずですが、夢の中の彼女も僕も若いままで、いいところで目が覚めたんです。おお、これはウキウキですね。 うん、どんなところかは皆さん好きに想像してください。いや、これはちょっとピンク系の話とかになってくるやつですかね。えっ、ー、と、目が覚めて気づいたんですが、彼女の面影はどちらかといえば、三原舞ちゃんに似ています。あそうなんですね。なるほど。男っていうのは年を重ねても好みが変わらないもんだと、えー、一人、苦、え、笑、ー、してました。あね、そうですね。うん。確かにそんな感じでしょうかね。 うん、ちなみに何かな絵は、かおちゃん、かおちゃんと絵です。天国で怒ってる感 <laughs>、面白いですね <laughs>。なるほど、そうなんですね。うん あのな,なるほどっていう感じですけど、ずいぶんタイプがちょっとなんかね、ガラッと変わる感じがありますけどね、うん、あのタイプ変わ、ずっと変わって、皆さんどう、どうですかね、うん、女性の皆さんとかもどうでしょうかね、あのやっぱこういう、ね、タイプがとかいろいろあるとかと思うんですけど、まあ、そのタイプっていうのはちあの若いときっていうかね、まあ、ずっと変わらないでしょうかね、そこら辺が結構気になったりはしますね。うん まあ恋愛とかって多分突然やってくると思うんで、まあ、結構タイプの恋愛っていうのはまた違ってくるのかなっていうまあちょっとあれですけどねはい、えー、マリリンさんどうもですレモンミカン様へワンパクちゃんたち可愛いけど大変ですね、えー、私がやっている、えー、対策を、えー、お話しします手をあの手遅れかもですが、えー、壁紙はツルツルのものを選ぶと爪を立てにくいです、えー、我が家は純和風建築なんで1回だけで襖の台、えー、が17枚 えー、小さいのは、豆袋などで、えー、5枚だそうですね。あるので、壁紙でツルツルの、えー、入り替えていますということで、パートナーがセルフ,、D、セルフ,セルフデイ、セルフ DIY ということですね。 うん、で、掃除は大が2枚、掃除が6枚は、掃除紙の、えー、画面がプラスチックでコーティングされたものを使って入り替えます、えー。これも猫に爪も立てられずに破かれません、えー。こちらは私がセルフ台します。セルフ台かなうん。セルフ,、うんえー、フ DIY ですね。の、え、り、ー、やアイロンは使えないので、掃除の、えー、細い。 全部に両面接着テープを貼っていくのは大変です。が、竹の塚にいた頃はですね、和室が一部屋だったから、障子の紙を外して枠だけにして、えー、生なり色の、えー、布を使ったロールブラインドカーテンを後ろにつけてました。えー、ロールブラインドだと、猫のカーテン上りやぶら下がりをさ妨げ,防げます、えー。材料費はかかりますが、他 DIY できるだけしてますから、費用はぐっと抑えられます。 えー、失敗をしたのは猫の爪が立ちにくいという2トリの N シールドのソファーはダメでしたということですね、うん、爪を立てられて今、冬だから無視の毛布をカバーしています、えー、画材を入れる4台引き出し付きのワゴンも軽くていいかなと霧、えー、にしたら爪でボロボロに、うん、工房は続いていますが少しでもお役に立てればと幸いと重いということなのでぜひ、ね、参考にしていただければなと。うん カボさ,、えー、さん、ベルギーは残念でしたね、えー。日本にとっては4年越しのリベンジをしたかったですね。うん。ベルギー、そういえば、えー、どこの国か忘れましたけど、金星を挙げた次の日を休みにしたとこがありました。あ、そうなんですね。日本もそうなってくれたらいいのにと思いました。ああ、これは重もいですね。やっぱ、それだけサッカーっていうのがすごい、こう、まあ、とてもやっぱり国のスポーツであり、とてもやっぱ、 そういういのあるんでしょうかね、うん、でもなんか逆に負けた時は逆にすごい反動な感じもしますけどね。うん、ブラジルとかでしょうかね、うん。逆になんか負けた時の方がなんか休みにした方が精神的になんかね。 えー、松井さん、どうもです。えー、株さん、こんばんは。サッカーファン、良かったですね、えー。ドイツも勝利し、スペインも勝利。朝、テレビでどうしたかと思ったら日本が勝利。それも2 1で勝って驚いた、うん。私、夜やると思っていたから、勝利おめでとうございます。6日のクロアチア戦も勝利を祈ります。そうなんですね。うん、本当ですよね。クロアチアに、ね、勝ってほしいですね。うん サ、えー、ラカレさん、こんばんは。えー、ワールドのバックオーエ、お疲れ様でした。日本の2点目を入れてからしばらくの間、試合が中断した理由ですが、際どい判定ということもあり、ビデオアシスタントレフェリー判定を行ったためです。うん。誤信防止のため、前回大会から導入されています。えー、今回のスペイン戦も、ドイツ戦の時と同じく、ボール支配率に関しては、実は日本の方が低かったんですが、それでも弱点勝ちしました。ですよね。あの多分スペインの方が、後半の方、特に。 あのボールを支配ししていた気がします、うん、でボール支配率17.7%の勝利は記録されている、えー、ワールドカップの記録上で最も低い数値の勝利だったあそうなんですね。これは面白いですね。うんね、17.7%の勝利、うん、ボール支配率っていうのがあるんですね。 この感覚は初めて知りましたね。で、強固国との戦い方に徹し、えー、最初、あえて相手に同調するかでな感じでプレーして、粘り強く守りきったところから決めきって、えー、勝ちました。えー、同調の民族である日本人ならではの戦い方なのかもしれませんね。うん。えー、こういう同調はプラスであり、強みでもあり、調子だと思います。 うんえー、今回、カブさんはベルギーのテレビ局で放送された中継映像で視聴をされたんでしょうかあそうですね、うん。オランダ語バージョンだったと思います、えー。解説者の方は日本代表のプレイについてどんなことをおっしゃっていましたかわかる範囲でいいんで、ぜひ教えてください。まあ、あの残念ながら僕、オランダ語はねまだちょっと完全には。えっと 言ってることが分かんないんですが、まあ、ちょっと分かったことは、ですねあのやっぱりそのまあ2つ目のゴールですね、それをいつまでもなんか言ってたかなっていう感じがするのと、あとはあのドイツが、ねえっと、負けていたんですが、それについてこの話していたんですよね。うんまさか日本が勝つことがあるのかみたいなことは言っていたんですが、まあ、結構、なんかあの日本はいいプレーをしていたっていうところが聞こえたような感じはしますが、まあ、定かではないですね。うん なんかその日本のこのプレイっていうよりもあのプレイにプレイ映像にはないのにあのなんかドイツの話を結構していた気がします 背中 <laughs>、えー、さん、えー、ベルギーの方々にとってはとても辛い気持ちになっている方々が多いと思いますが、元気を出してほしいですね。くれぐれも暴動や戦犯たきなどはやめてほしいです。うん、えむ、ー、くご一行様の中でも、ベルギー人の方に関しては、意気送鎮していると思うので、暗い表情をしていたら、元気出して、またいつかチャンスあるよと励ましてあげているといいと思います。うん、まあ、実際にね、意気送鎮してますよ。うん、まあね、でも、頑張ったかなとは思いますけど、結構。 ベルギーは国内はですねうーんどちらかと言ったら怒りに,怒りに満ち溢れてるかな <laughs> あのまずあのベルギーの監督は速攻クビになりましたはい さら、えー、カらさんもイっです。練習お疲れ様でした。虹も振り付けをしっかり覚えていて、えー、しっかり体に、えー、染み込んでいますね。うん意外とね、そうなんですよ。えー、ジャンプ、スピンとも調子いいですね。5月から頑張ってきたがいがあったと思います。で、このプログラム何回見てもいいですね。うん、えー、サッカー日本代表長友佑都選手の言葉を借りると、ブラボーです。これブラボーっていう、今はって にわかに流行り始めている感じですかねえ。新しいプログラムに使うこの編集作業が進行しているんですね。うん、そうでですすよね楽しみです 足の付け根の調子はいかがでしょうか、えー、くれぐれも分離のしすぎには気をつけてくださいね。さっぱり痛みが取れないならば、早めに整形外科の受診をおすすめします。そうですね、昨日はね、一応大丈夫だったんですが、やっぱ寒いとやっぱダメなのかな、うん、昨日暖房をつけてたらそれでよかった可能性ありますけど、あのやっぱりね、ちょっと柔軟体操をしたりすると痛みが出るので、まあ、やっぱり痛かった、本当に長,長引く場合はちょっと病院は行こうかなとは思ってます。うん えー、まずみんさん、こんばんは、どうもです。カブくんやったね、今日はとてもうれし,しくて仕事に行けました。うん、カぶくんサッカーもハマると、僕が深いです。いや本当ですね、もう僕は全然選手も全然分かんない状態で見ましたからね、うん、長友選手と吉田選手だけしか知らなくて、うん、まあ、その他の選手も知ってる方なかいましたが、堂安選手とかね、いろいろね、いましたけど、初めて今回知った選手ばかりだったんですよ。うん、私は少女の頃から常に 好きなのはですね、フィギュアと体操ですえ。他はサッカーとテニス、ボクシングなど定期的にハマった時があります。ボクシング面白いそいですよね。うん、結構、あのプロレスなんかも結構好きだったりはしますえ。オリンピックとワールドカップは毎回必ず観戦します、うんえ。サッカーはアルゼンチンのマラドーナの活躍から始まり始めですね、アメリカのワールドカップでイタリアのロベルト・バッチョンに恋してしまい、当時ファンクラブも入ってます。あ、そうなんですね。結構。 結構すごいですね。うん。えー、美輪様がヘッケンバウアーのことを書いていましたね。うん。申し訳ないですどね。このヘッケンバウアーのことはちょっとよくわかんないですし、わかんないこといっぱいありますけど、その昔に活躍した選手で俊足で豪華なボールシュートを、えー、ワールドカップでしたアルゼンチンのバティストゥータ選手や、 ドイツのクリスマン選手だと知っている方はいるかしらあちょっとわかんないですね。僕がね、結構好きなのはね、ドイツのカーンですね。うん。ドイツのカーンの、えー、とゴールキーパーがすごい好きでした。 うん、えー、でも、あの方、ちょっと今、なんか、あれかな、結構フ、フィファに対して批判してるっぽいですけどね。1998年の、あ、ジダンね。うん、ジダンは、なんか結構年齢がいってるんですけど、なんか、ね、頑張ってるっていう話聞きましたね。フランスに決勝まで強かったブラジルがボロ負けしたワールドカップは思い出深いです。うん、ジダンは結構ね、僕も知ってるというかね、えー、っと、うん。 で日韓のワールドカップの時がは外国の友達自体でメキシコ系親子がサッカー観戦のためと宿,宿題節約のためにうちにホームステイしました。おそうなんですね、うん、これはなかなか面白い話も聞けそうな感じがしますけどえ新潟のスタジアムや茨城大分まで観戦に行っては帰ってきましたよ。すごいですね。あのえー、またまた宮様の好きな三笘選手は見た目が、えー、サッカーアニメに出てくる男子みたいですね。 うん、あの少しだけ、斎藤拓さんに似てる三鷹、えー、選手は有、有森かすみちゃんと川口春奈ちゃんが好きらしいです、いそうなんですね。有森さんっていうと可愛い感じの方かなと思いますけど、川口さんはちょっとわかんないですね。えー、田中碧選手もイケメンですね。江戸杏選手もかっこいいです。ナイスゴールで感動しましたね。うん、いやねこの今、二人が話題になってますけどね。結構似てるっていう感じでね、なんかね、 うん、僕も最初の時に似てるなっていう感じはしましたね。うん えー、ミケさん、よろしくお願いします。カブくん、お疲れ様。爆音エンド画見ましたよ。まんま今朝の私の姿でした。えー、クマちゃんの縫いぐるみに隠れて、覗き見するとこなんて、そっくりそのままでしたよ。うん。いや、もう早く終われっていう感じでしたよね。点入れてからが長くて長くて、試合終了したときは嬉しかったのはもちろんですが、犬に疲れてしばらく立ち上がれませんでした。うん。でも、あの、最後にこうゴールキーパーね。 えー、ボールをゲットしてその後蹴った時からあもうこれは勝ったなって確信しましたねうん、嬉しすぎて仕事休みたいと思ったのは初めてでした、えー、職場では私のサッカー好きとフィギュア好きは認定されているんで見ていたんでしょう 何時から起きていたのっていろんな人から声かけられました。うん。へへへ、私服です。来週もこんな風に喜べるといいな。いやー、続けていってほしいですね。もうせっかく勝ったんだから。うん。まあ、できればもっともっと勝ち進んで、ね、優勝とかしちゃってほしいですね。うん。 郵送の可能性もあるのかなね。えー、みまさん、こんばんは。ただいま8時すぐにテレビワールドカップ振り返って生放送が始まり盛り上がっていますよ。アビマの本田圭佑の解説もロッカールームはなかなか良さそうですよ。よかったらということです。ロッカールーム、えー、舞台裏もということで。なんかロッカールームっていうのがあるん,あるんですね。うん。えー、 マスミンさん、どうもです。なんで私はマ抜けなんださっきのコメントの女優さんの名前と漢字がご変換でした。株くん編集したから訂正しておいてください。それと私は、私は皆様の ID はそのまま何も変わっていないですが、ちなみに iPhone です。私の ID は数字とアルファフェットになって他の人には見えるんですかということですね。えっとね、僕今のところ他の方のコメントで ID になっているっていうこと一つもないんですよね。うん。だからまだ、 僕のところにはそういう、この、なんだ、あれは来てないんですけど、なんか皆さんの中では変わってる方もいるようなんで、なんかそこら辺がちょっといまいち曖昧な感じはします。はい。で、訂正のとこって、ここですよね。えー、っと有、有村かすみちゃんですね。うん。のところでしょうかね。が、ちょっと名前の漢字間違いっていうところが、えー、多分あったかなと思います。ここですかね。はい。 三輪、えー、さん、どうもです。監督もロッカールームでは激がすごい。うん、あなるほど、激しい。インタビューとは違うな。熱いということなんですね。うん、激がすごいということで。うん。えー、ミキさん、えー、本田圭佑さんの解説、やっぱり好きやは、えー、冷静だったり、暑かったり、庶民っぽかったり、さすがだったり、おいおいだったり。今、ツイッターで本田圭佑、えー、 シャープ、本田圭佑、シャープ、本田解説のどっちかが入ると、えー、本田さんの顔画像が勝手についてくるよという感じらしいですね。うんはい、というわけで、サッカーワールドカップを中心に話題、まとめてみました。ありがとうございます。